う、かなでったら。かわいいよな。きっとモテるんだろうな。もしかしたら、もう彼氏も…はい、でな。うわ、びっくりした。見とれすぎ。情けねえな、まったく。そんなんだから、いつも赤点ギリギリなんだよ。うるせえ。俺は高校2年生のアルト。こいつらは俺の友達。ごく普通の何の変哲もない高校生活を過ごしている。肩凝ったな。誰かマッサージしてくれない？気持ちいい。みんなも男子たちにしてもらえばいいのに。いや、私たちは大丈夫。遠慮しないで。竹内くんやみんな本当に優しいのよ。みんな大好き。ありがとうございます、エリカ様。お嬢様に従いたい男もいるんだな。ワンちゃんアルトでも思ってるのかしらね。僕だな。かなでもあんな女子を相手にしなきゃいけないんだから、かわいそうだな。最近寒くなってきたな。翌朝。うわ、よく寝たなって。あ、なんだこりゃ。学校。なんじゃこりゃ。アルトはゼロって書いてあるね。アルト、カイリはそのくらいなんだ。何の数字なんだろう。どうやら全世界で起きてるみたいだぞ、これ。全世界で頭の上に数字が点滅される現象が起きている模様です。現在この数字の意味を科学者たちが調べています。奏の数字は1440もあるんだ。奏の上にも数字書いてるじゃん。本当だね。あ、竹内くん、もっと弱めに。はい、すいません。たった今速報が入ってきました。この数字は経験人数を表す数字の模様です。え、嘘だろ。恥ずかしい、隠さないと。そんな恥ずかしいことでもないだろ。待てよ、ってことは奏の数字の意味は、注意、アルトだぷに。そう気にすることじゃないってな。どうしよう、俺ゼロだ。ゼロなのってアルトと私と。こうなりゃやけくそだ。有名人とかみんなの数字を見て楽しんでやる。そして俺は学校終わり街に繰り出し、歩く人の数字をひたすら見た。うわ、本当にみんな数字が表示されてるよ。うわ、あの美人の人265じゃん。さすがだな。隣の女の子も122。かわいいもんな。恋愛禁止とか売っておいてみんなやることやってんじゃん。楽しいな、この世界。楽しい、楽しい。5時間見続けて高校生以上でゼロは俺だけ。なんて情けないんだ俺は。あ、すいません。前見て歩いてよ。465。なんだよ。ああ、数字が大きいからって偉いのかよ。いいよな、俺はゼロだもんな。ちくしょう。もうどうにでもなればいいんだ。おい、ちょっと待てよ。おい、なんだよ。殴るなり蹴るなり好きにしろい。悩んでんのか、その数字に。ああ、そうだよ、ゼロは俺だけなんだ。ついてこいよ。はあ、どこに。いいから、お前に女の子紹介してやるよ。なめんな、俺は体だけの関係なんて絶対嫌だね。そうか、それならいいんだが。別に無理して来なくてもいいんだけどな。経験豊富なお姉さんにいろいろと教えてもらうのもいい機会だろうと思ってな。変なところじゃないだろうな。信用しろよ。あ、ここだ。3桁どころか4桁がいっぱい。あら、バカラちゃん久しぶりね。元気してたか。今日は友達を連れてきたんだ。あら、その子。なるほど、今時珍しいわね。だろ。バカにしてるんですか。こっちいらっしゃ。ほら、早く来いよ。2時間後。それでさ、結局手出そうとした瞬間に股間蹴られちゃってさ。それなら私だって化粧取った瞬間に冷めたって言われて帰られちゃったわ。ん？なんだ？もう帰るのか？当たり前じゃないですか。なんでよ、せっかく盛り上がってきたとこじゃん。どこがですか？数字が大きい人たちがただ経験談を自慢してるだけじゃないですか。
結局俺はバカにされてるだけですよ。帰ります。まあ待てよ。これ以上何を。よく見てみろよ、俺たちのこと。え、俺たちこんなに数字が大きいのに、嫁も旦那もパートナーはおろか、彼女彼氏すらいねえんだぜ。そうそう、寂しいよね。それはそうやって遊んでるからじゃん。違うよ、俺たちはこのでかい数字を望んだわけじゃない。一人一人と真面目に向き合って、結果この回数だけ別れを経験してきたんだ。そう、だから私たちある意味では人間に向いてないのかもね。巡り会えてないから運命の人と。そりゃ数字だけ増やしてるバカだっているよ。でもな、俺たちみたいに望んでこの数字になったわけじゃないやつもいるんだぜ。だからこれから君もたくさんの人と出会って別れることになると思う。今はゼロってだけ。おかげでまだ深く傷ついたわけでもないでしょ。そもそも人数じゃない、大事なのはその数字の分だけどれほど人を大事にできるかじゃない。そういうこった。だから俺たちの失敗談を聞けるだけ聞いて、これからの人生に生かしてくれよな。その後、夜遅くまでバカラさんたちの話を聞いた。気がつくと俺はこの数字にとらわれない考えに変わっていたような気がする。そして次の日、いつものように学校に行った。は、何よ。高校生なのに145だなんて下品ですね。女王様は本当にシリガルなのね。はぁ、どうしたんだよ。あ、実はな、エリカの数字が145もあることをあいつらが寝たんで、朝からエリカを散々罵ってるんだ。さすがに数字のこと言うのは良くないのよさん。今まで俺たちにだけ心を開いてくれてると思ってたのに。許せない、こんな下品な女だったなんて。何よ、そこまで言わなくても。消毒だ。何、こんなに汚れた女は消毒してやる。やめて、ちょっと。覚悟。やめとけ。なんだよ、アルト、邪魔するな。数じゃないんだよ。いくら数が多くても一人一人や目の前の一人をどれだけ大事にしてるかが大事じゃないのか。数字が大きくても今を大切にしてればいいんじゃないのか。そうよ、私のこの数は過去の数よ。今はあんたたちを愛してるわよ、エリカ様。あれ、でも昨日、カナデたちと話してた時、数字が144だったような。それは彼氏いないはずなのにどうして増えてるんですか。もしかして。違うの、ちょうど昨日彼氏ができて。彼氏紹介しなさい。いやー、お嬢様も大変だな。アルト君、今のかっこよかったよ。ありがとう。って、あれ？どうしたの？ゼロ？そんな堂々と言わないでよ！ごめん！そうか、エリカと奏が話してたってことは、奏のゼロとエリカの144が重なって見えていたのか。よかったー。てっきり1440かと思ってたよ。ゼロでよかった、奏。え？数じゃない？さっき言ってたよね。いや、それはもちろんそうだよ。でもゼロで安心したって。それは最低、アルト君のバカ。ちょっと待って、ごめん、カナデ。1週間後、頭上の数字は突然と消えた。一体何だったのかわからないが、俺にとってはとても貴重な経験になったと思う。プニの数字は見ないでほしい、プニ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう、アルトです。今日の話は楽しんでもらえたかな。面白かったって人は高評価ボタンで教えてくれよな。それからコメントに奏がいろいろ書き込んでるから、よかったら返信したり、みんなも思い思いに
感想を書き込んでくれると俺たちすっげー励みになるからさ、よろしくお願いします。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知をオンにして動画を見逃さないように応援してくれよな。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。